ステージ4。これはね、3で無理だった。4一発でいける気が全然しねえぞ。でも、行くしかないよねって。ステージ4は難易度3から4じゃなくて5だぜ。しかも5日間。ステージ4、ラストだ。行くぜ。次はどんなところかな。火炎強い。それでもやるしかない。すごい難易度になってそう。いつか、わら。四天王のうち最強なのか。おお、いきなり全員来たけどさ、どういう攻め来るかわかんないから、どうしようもないんだよね、結局。大体ラストは全ての敵が現れるというのが王道パティーン。空襲がメインかな。そのパティーン多いね。とりあえず。まあ、1回目は相手の動きを見るぐらいのイメージで行くしかないかな。だって分かんないもん。解放者さんは左に配置しましょうか。まあスナイパーさんは範囲広いんで一番根元でもいいかな。上からも来そうだな。横からも来そう。解放者さん殺されるの嫌だからな。ちょっと高めのところ。新しい戦闘員来るかな。空から来るかもわからないですもんね。とりあえず解放者さんはちょっと上目に作っとこう。上に作るともったいないな、パーツが。スナイパーを守る火炎放射器、最後の最後でしたからとか。とりあえずこの辺を防御用にも。わからないね。やっぱやらないとわかんないわ、一回は。おお、二人目の解放者さん。よーし。防御代わりに。いっぱい降ってきた。つまりさ、こんだけ来るってことは、それだけ敵の攻撃厳しいってことなんでしょっていう。通常攻めに一人使うか。厳しい戦いの予感。スナイパーさん二人目いけるじゃん。この厳しいんでしょうね。もう起こす時間もねえよ。こう上からの攻撃で作りかけのやつ殺されちゃったら嫌だな。さあどっから。やっぱ上から。あ、わらわら。下から。やばいって。雷が。レーザー。上。うわあ、解放者さん。高い。わら。これはやり直した方がいいね。絶対2日目滅びてんじゃねえか、一晩でよ。よし。よし。よし。プラズマだと。インド、聖書ではインドラの炎とも呼ばれ、インドラの炎。ほぼ全滅、わらわら。なんて威力、わらわら。おい、難易度おかしいぞ。下の攻撃は大したことなかった。ATP フィールドが破られた、死亡。今回はもう、なんかごついの来てるな。これちょっと復活させてみる、とりあえず。二日目の行動見たら、もう、戻そう。ごっついの来た、バズーカ兵。こんな感じですっごい高いの作って、上のやつを直接攻撃できるようにした方が良さそうな感じなぐらい、やばかったね。なんかごつい人がいる。とりあえず、まあ、二日目の攻撃だけ見てみるか。結局、一日目乗り越えても二日目で死亡ってあり得るしね。勝利の鍵だ。とりあえずちょっと2日目の行動を見てからリスタートだな。このゲームをアプリで出したら売れるで。まあまずは上対策。どうするのが正解なのかのチェックだ、まずは。とりあえず1日目はあの上のやつを高速抹殺。とりあえず2日目は適当でいいわ。お、解放者さん。これはゴルゴイの血だな。上にバズーカ兵を。
バズーカ兵さんの攻撃範囲は、ああ、結構長めだね。上に攻撃しないとダメだわ。よし。まあ、とりあえず2日目の敵の行動見てみよう。やっべえの食ってきたわ。何あのビーム。電撃のビーム。ラピュタかよ。さあ、どうなるかな。最初のスナイパーさんが重要だったのか、バルス。さあどうなる ?2 日目。おお、2日目はパンチマンが。と思わせておいて横から来たら笑える。しかも貫通弾。なるほど !2 日目は戦車プラス横パンチマン。やばい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 、もう一歩、もう一歩近づいてこい、壊される。もうちょい来いよ。きついな、二日目も。二日目で全部破壊していくスタイル。戦車ほんとずるいわ。戦車ひっきょいわ。二日目の対策は、呼び込んで抹殺な。これはきついな。初日で高く積んで、二日目で横に行くって感じか。ってことは。よっ。まあ、ここまで来たら3日目も見とこうか。2日目ね、耐えれたけど耐えれてないよね、実質。もうボコボコにされただけだもん。戦車さんとかさ、危ないところから近寄ってこない卑怯者のパティーンだよ。初日はロケットの上から建設開始かな。これ初見無理だね。どうにかなるレベル超えてるわ。3日目の情報ももらっとこう。5日もあるのか。上にバズーカ兵と火炎放射線の配置かな。T みたいな形の拠点になりそう。上からの次は横から。ということは次はまた上かな。この後あの顔か。これはやばいよ。ああ、にしてもあれだね。バズーカさんパワー持ちだね。すげえでっけえの持ってきてくれる。はいはい、こっちこっち持ってくい。どっかで上と横の総攻撃来そうだな。ああ、解放者さん。解放者さんをこの辺。さすが難易度5なだけある。こっちの奥に置きたいんだけど、もうパーツが足りないんだよな。みんな死にまくってるから。ありがたいバズーカさん。その代わり足遅い。紫ピクミンの位置だろ。バズーカさん、なんとか一匹いけるか。パーツ足んねえ。早く早くパーツをくれ。火炎放射はなんとか最後まで生かしたい。ピクミン笑う。ああ、なんとか火炎放射さんを。くれる。さあ3日目。上から来るぞ、気をつけろ。記憶紫ピクミン、わら、いけた。もっと高くないときついな。スナイパーさん消滅してるのもきついな。バズーカさん、ラピュタが、ラピュタが来るよ。雷2列、わら、バズーカ頑張れ。うわー、消滅した。すべてが終わった。でも一応持った。帰れお前ら、帰れ。上だな、上。全滅、わらわら。サテライトキャノンだ、わらわら。あ、わらわら、一気に消えた。ああ、まあもう死亡は。ブロックを、ちょいちょい、ゲームパッドにさ、ブロックを上げましょうかって書かれてんだけどさ、いらん、お願いします。手足がもがれた蝶々か。お願いします。やった、ブロックいっぱいもらえた。やったよ、ブロックもらえたよ。来ない、わらわら。ありがとう、ブロック。煽り寄る、わらわら、わらわら。いいんで、別に目線、わらわら。別に今回はこれでクリアしようとしてるわけじゃないからね。敵の動き見るためにも。4日目は横と上だろうな。
ちょっともらっとこうって話よ。スナイパーさん。壊滅的な状況じゃありがたみがない。わら。様子見ですからね。多分これさ、普通にプレイしててももらえそうだよね。とにかくあの雷がきつすぎる。もういいよ。あの、早送りボタンだよ、早送りボタン。スナイパーさんももうちょっと高めに用意しないとまずいな。一番上まで行かなさそうだ。これで生き残ったら奇跡だな。ただ問題はね、1日目もね、スライムが結構来てたんだよ。救済があるということは、ですね。街はいりまーす。だからなんだろう、T 字型にして、から本気出す、あの雷、サテライトギャノン撃ってくるやつを早めに殺すのにすると、下から来たスライムに食われそうで嫌なんだよな。まあとりあえずね、4日目の情報までは今回で得れるだろう。その後だよ。5日目だよ。ラスボス誰だよ。4日目来るかもしれないね。あの勝手トゲトゲのやつ。太陽さん。親切ですね。プラズマは貫通なのかな。ロケットむき出しですよ。わら。あの気持ち悪いトゲきそうですね。太陽。で最後にラスボス来そうだ、ね。ですね。まあとりあえず情報だけもらおう。情報だけ。あ、まずシールドさん来る。すげえ。これは死んだな。はい、ぶっ壊された。あー、戦車も来る。もうちょっと情報欲しいから、もうちょっと耐えて、もうちょっと耐えて。横からのひたすら攻撃か。一般兵がいない。オッケーオッケー。なんとかね、次のプレイで最終日までは行きたいな。コンティニュー。よし、行くぞ行くぞ。ゲームオーバーだ、ヒューマン。よし、まずは高い塔を作ろうじゃないか。という夢を見たのさ。よし、まずは上を。難しそうだな。ここで本当の団地を作るということか。で、このまんまもっと上まで。ちょっと迷ってると次の作ってる暇がなくなるのがやばい。これぐらいの高さでいいかな。それとは別に下を守るやつも作んないとダメなんだよ。上下で作っていくのかな。人を復活させないと。最初にチビで資材集めした方がいいかもね。かもな、間に合わない。壊れそうだな。わらわら。次の作ってる暇がない。人員が少ないですね。次の作ってる暇がない。あー、次の作ってる暇が厳しいな。行け、スナイパーライフル。上を倒す。これって住民のキャラによって持ってくる資材が違うのかな。火炎放射さんか。火炎放射さんむき出しなんだよ。大丈夫大丈夫。いけるいけるいける。よし、いけるいける。意外に余裕だ。よしよし、サテライトキャノン食らなかったら余裕だ。スナイパー強いな。よし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 。サテライトキャノン食らわなかった。全然余裕。パチパチパチ。お、意外といい線いってる。わら。
火炎放射線耐えたー。おー、すごい。で、ここで横に作って。お、蛍光と対策だー。よし。上にスナイパー配置はいいですね。火炎放射線が奇跡的に残ってる、わらわら。この辺かな。次は戦車対策。なんかぷよぷよみたいになってる、わら。よし、とりあえずこの辺で逆側も。上がすごいことになってる。よっと、次は横か。よっと、上テトリスで積んだ状態だね、わら。よっと、バズーカさん来てる。よし、バズーカさんも上かな。一本柱だね、わら。匠修也さん、この辺来てもらおうか。バズーカさん、バズーカさんも上ですかね。で、最悪最後の守りにこいつを。よし、バズーカ兵を早めに。まあ、解放者さん回収しときたかったな。イエーイ。サテライトは下への射程はあるけど、横へは皆無だから高台に火炎放射はありな気がする。よし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 、耐えろ耐えろ。オッケーオッケー。次は横少々と上が大量だったはず。バズカさんはパチパチパチ楽勝で R。 これは良い感じですね。下の防御が来たー。大さすがです。下の防御、これを置くか、一個ずつ。下の防御も少し欲しいですね。ちょっとね、厳しい。このままだとちょっとさすがに。下の防御もちょっとしつつ、上の火炎放射線、この辺に、この辺に欲しいね。よし、火炎放射線をここの上ぐらいに欲しいなと俺は思う。火炎放射線とバズーカ兵を早めに。次はとりあえず上の攻撃が激しいはずだから。あ、これ以上上いけない。時間か。あー、ギリギリ、あぶんね。さあどう来る。いけいけい、燃えろ燃えろ。コッパ、消え、いけー。よーし、よしよしよし、やったぜ、楽勝。頑張れ。また来た、おかわり。いけいけ、いけるぞ。
よしよし、スナイパーさん超強え。お、かなりいい感じ。いい感じ、いい感じ。パチパチパチ。あ、どんどん来る。サテライトは早く潰せば怖くないな。パチパチパチ、パチパチパチ、スナイパーすごい。よし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 、一番手前に。左上にも火炎放射さん欲しいかな。欲しい、ここに置こう。プラズマの対策できればなんとかですね。さあ、問題は次だよ。トゲトゲは来るのかな。最終日が怖すぎんだけどさ。シールド貼っとこう。4日目途中までしか見れなかったけど最後どうなるんだろう。トゲトゲ怖いな。ちょっとね、この辺取り追加は必要なのかな。一般兵追加しとこう、とりあえず。スナイパーさん忘れずに。おー、スナイパーさん来てる来てる。スナイパーさんどこでもいいわ、いてくれりゃ攻撃してくれるからね。なんかロボットみたいな形の団地になっている。わら、おかわりも結構おいしい。一般兵は盾だ、頼れる。一般兵、一般兵、壁じゃ壁じゃ、お前らは壁になるんじゃ。まさに城塞都市ですね。わらわら、まだもう一日残ってるからね。最終決戦って感じがしてきたね。生存率いいと良さげですね。よし、さーて、ここまでは知っているんだ。一応頼むぞ。いけい、燃やせ燃やせ。いや、解放者さんマジパですよ。頑張れみんな。よしよしよし、問題は下が壊れた瞬間にね、全部下にずれていくのも怖い。生存率が一番の決め手だね。届いてる届いてる、オッケーオッケー。おい、ラピュタ来てる、ラピュタ。よしよしよし、さあ最終日。わらわら、さあ最終日来る。もう出た瞬間に抹殺。優先度はスナイパーさんだな、これ間違いなく。頑張れ、これはいいぞ。ボスはどんなだろう。圧倒的ではないか我が軍は。さあ問題、ラスボスだよ、ラスボス。左上のバズーカさんが復活していない。いや、最終日。あ、本当だ、復活させてない、もったいない。下も下もいるね。左のバズーカさん復活してない。バズーカさん解放忘れてる。もったいないもったいないもったいない。お化けが出るよ。これダメだ、もったいない。これ2個でいいか。大砲の位置がもう少し内側にした方が。結構ね、このゲーム時間がないんだよ。上と横は完璧だけど下の足元が少し不安。一般兵が、大量の一般兵が。よっ、よし、とりあえず余ってるやつらも適当に復活させとくみたいな。いなくても盾にはなってくれるでしょ。ここちょっと分けとこう。下の爆弾、わらわら。いないよりはマシ。多いな、わら。本当に要塞みたいな団地になってきた。よーし、乗り越えるか。怖えよこのゲーム。よし、来い、最終決戦だ。さあ最終日、ドキドキしますね。すごい音楽してる。
頑張れー。はい、はい、はい。城西都市の完成だ。すごい団地だ。見てる方も緊張する。ほらほら、ラピュタを、ラピュタを、ラピュタを早めに。よしよしよし、ごっつい戦車やってきた。この戦車ごっつすぎねえ。予想外です。出てくる前に粉砕だ。おい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 、火炎放射がやられた。よし、うっぴょ、でかい戦車来たー。なんかよし、やった、エンディング。戦車でけー、でかい戦車来たー。あれ、スタッフロールを壊し出したぞ。いいね、いい演出。スタッフロールを壊し出した。パチ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 きたー。パチパチパチ、おお、パチパチパチ。まだまだわからんよ。スタッフロール後にでっかいのごっついの来るかもしれない。パチパチパチ、エンド、やったー。みんなで集中狙い。スタックロールを壊す演出、わら。やったー、みんな脱出。6万で行きたかったな。なんでこんないつも微妙な得点なんだろう。今こそブラック企業に報復を、わら。ボー、はい、自ら壊していくスタイル。これ面白いゲームでしたね。さすがシュウヤさんだ。やったぜー。でもね、スタッフロール一瞬で壊しちゃったから、誰が作ったか確認する暇なかったんだけど。なんかごっついの来たんだけど。すごい、面白かったー。わらわら、わらわら。上から変なもの来たよ。え、今の何？そういえば全ステージをクリアすると、はてなみたいになってたよね。もし全滅してたらスタックロール壊されないで済んだのかな。それでいいのか、スタッフ。ほら来たよ。面白かったです。ゲームパッドにさ、ハードモードが解除されましたって書いてる。ハードモードへ。これはなんだ？ハードモードの4まで行ったら、本当のラスボスが来るフラグなのかい？もしかして。ハードモードだと、ハードモードだと、さらに難しいのか？わら、一緒だね。なんだって。ステージ同じかな？とりあえず一旦ストップ。このゲーム、わら。